さな犬の大きな冒険。フラッフィーは小さな村に住む元気な子犬。彼はいつも冒険を夢見ている。フラッフィーは村の外れで輝く何かを見つけました。それは古い地図で秘密の場所への道しるべだった。途中でフラッフィーは知恵あるカラスやお茶目なリスに出会い、彼らは一緒に川を渡ったり森を抜けたりしました。ついに地図に描かれた秘密の場所に到着する。そこで彼らは友情の宝物を見つけました。フラッフィーは本当の宝物は友情だということを学んだ。フラッフィーはこれからも友達と一緒に冒険を続けることを誓いました。